当にやる気だな。銃さえあればハッピーなんだが。銃は必要ない。いざって時の保険になる。はあ、フリン、相手はただの警備員だ。パトロールの順番も分かってる。安心しろ。安心しろ安心しろ。トルコの刑務所に入ったことあんのか。一度捕まったら終わり。ぶち込まれた奴ら鍵を捨てちまう。知ってんだろ。お前より知ってる。お前はそういうのが好きかもしれないが、俺は嫌だ。だからしくじりたくねえ。大丈夫だ、任せろ。着いたわ。パトロールの予定が変わったらどうする。進みながら考えよう。手探りじゃヤバいってこと知ってるよな。手探りじゃない、柔軟に対応する。行き当たりばったりでしょ。ああ、まあ臨機応変ってことだ。臨機応変、自信過剰なやつ。あそこだ。言った通りだろ、あの通路を行けば博物館の真下に出る。まずは良かった。少しは俺を信用しろよ。オーケー、私はこっちを行く。おい、忘れるな。途中にある塔を通過するときは照明がついてたらダメだ。何度も聞いた。二つ目の中庭に出る前に照明は必ず消すんだぞ。絶対に消すわ。集合場所にバンを用意しとくから、あなたたちは捕まらないでちゃんと出てきてよ。もちろん。おしゃべり終了、もう行こう。クロエ、集合地点で会おう。楽しみにしてる。どこへ行けばいいか分かってんのか。いつもそうだろ。ジーンズが濡れてヌルヌルした感じたまんねえな。懐かしいな。ねえ、あれいつだって？おい待て。そんなわけない。どこかで道を間違えた。おい、おい、あれがボイラー室へ直結してるかどうかかけようぜ。あそこから入れる。フリンなら平気だろ。何？問題ない。意味わかんない。持ち上げてくれ。行くぞ。悪い。もうすぐ着く。準備いいか。勇気なくして栄光はない。行くぞ。いい感じだ。あそこへ登ってはしごをつかめ。よし。
よし、空下ろしたぞ。よし、ここから中庭へ行ける。こっちに行くのはやめよう。火傷はしたくないだろ。よし、この辺に蒸気を止めるバルブがあるはずだ。じゃあ止められるか見てくれ。やるじゃん。オーケー、ここを曲がったところにドアがあるはずだ。ここが侵入口だ。ここを抜けたらあとは計画通りだ。分かったな。スリルがたまらねえよな。お前ほどじゃない。きちんと用意してきたぜ。こう見えて鍵を開けるのは得意だ。待て、警報装置だ。また新しい装置だ。またかよ。どうする？解除はできる。接続箱さえ見つかれば。絶対この辺りのはずだ。とりあえず電線をたどってみればいい。あれだ、間違いない。よし、入ったぞ。くそ。俺がやる。
あの塔だ。ああ、屋根からしかたどり着けないが、ここから屋根へ行けない。次の中庭を行くしかないな。あの門を抜けて。よし、行こう。あのバルコニーへ登らないと。この門なら登れるぞ。オッケー。Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Açın orayı. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki yanık kalmakta zorluk çekiyorum. すみなさい。オキ、この門なら。持ち上げて下をくぐれ。おいおい、焦るな。別のアラームがある。マジか。お前がやってくれ。待ってろ。落ち着け。ゆっくり。よし、屋根に登るには中庭を抜けなくちゃ。オッケー、警備員の始末はお前に任せる。分かった。噴水の方へ行け。
あとはあの窓へ登る方法だけだ。どの窓だ？窓がたくさんありすぎる。正逆転だ。ナイスアイデア。純太よ、何考えてる。落ち着け優等生。これはただの麻酔銃だ。致命傷は与えない。お前の両親も痛まない。ええ、なら使おう。よし、オッケー。アドバイスだ。こいつは射程距離が短いから近づいて撃て。できるか。バカにすんな、フリン先生。よし、kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Bana ters...馬がいればいい。ヘイ、エラリカレ。
よし、塔があったぞ。もうすぐ着くぞ。情報サンキュー、フリン先生。Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi. Ya, vakattım, ama ben kişisel olarak turistlerle muhatap olmak istiyorum. Uy, Samita! Ayete kure! Omae sukoshi futotta daro! Ya, kusur yabakatta se! Omae, mou donuts kinshi da. いい眺めだ。お前の家も見える。さっさと行け。下の方に警備員がいるぞ。
OK、これでいい。レディーファーストだ。いいね。よし、行くぞ。あったか。音響アラームがついてる。この鍵を開ける前にガラスに触れたら、はい、ジリーンだ。心配ないって。じゃじゃーん。よし、それじゃ。本当にそれだよな。確かめるならこうするっけない。悪いな、マルコ。くそ。おい、世紀の発見だってのに、なんだこれ、何の役にも立たねえ。強大なる藩の御光。ちょっと待てよ。何をしてる。松ヤニだ、燃える。だからライターを貸せ。ライ…火をつけるのか、本当にここで。早く。見せろ。我々の船は揚げ潮に流されてジャワ島にたどり着いた。津波に襲われたみたいだ。ああ、ボルネオの西海岸沖だ。プールでコンタクト見つけろってか。おい、見ろ。きっとこの山が座礁した場所の近くにある。山を見つければ船も見つかる。だな、いい推理だ。待て待て、まだある。 OK。 で、まるで海が積み荷を剣をして投げ捨てようとしていた。シャングリラで乗せた積み荷、チンターマニの呪いを。何か意味があるのか。シャングリラ、分かったぞ。フリン、何が。マルコポーロはシャングリラを見つけた。シャングリラだ。まさか。もし彼らが石を持っていたなら、今も船にあるかも。かなりワクワクする話だが、もう行かないと。ああ、すぐ行く。おい、何してる。悪いな、相棒。ここでお別れだ。待てよ、フリン。俺たちの計画は。お前の計画だろ。俺にも計画がある。ああ、早くロープ投げろ。バカなまねすんな。ああ、そう。お前がボス、俺は下っ端だが、お前は一つ見落とした。そうだろ、相棒。どうする、撃つのか。いや、しばらくおとなしくしてて。俺が船のことに気づいてないと思ったか。小学校のガキだって気づくぞ。おい、フリン、よく聞け。いい加減認めなよ。お前ははめられたんだ。あっと、まだだ。警備員にハンデをやらなきゃ。よし、ゲームスタート。悪く思うなよ。よく待て。ダメ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 。そうか、ならどうすりゃいい。よしよし、考えろネイト。ほら、そこだ。
肝心なことをミュートして出る。何？認めなよ、お前は遊ばれた。ああそうかよ。ふっドゥドゥエアー。おいおい、そこのトンマ、ショーが台無しだ。ショーだと？恥さらしが。サリー、一人ぼっちにしちゃったらかわいそうだろ。あ、うわ、来てくれたのかよ。どうだ、元気か？ああまあ元気でやってるよ。どうも。お小遣いあげちゃった。お前の金だけじゃなくて自腹まで切っちまったよ。なんだよ、臭いぞ。その葉巻よりはマシだろ。よくここがわかったな。それは君のお友達に頼まれてね。はい。ダメだ、入るな。なあ待てよ。彼女を出してドアを閉めろ。中の方が安全だ。いいから少し落ち着けって。話は聞け。ありがとう。正直に言うサリー、お前は全然人を見る目がない。特に女を見る目がない。確かにな。でも聞け。ひどい場所。はあ、そう。そうでもないだろ。見ろ、俺専用のバケツもある。うん、別の部署では8人で使ってた。聞いてねえと。ここまで来てくれたのは感謝する。だけどな、お前と不倫に騙されなければ、俺はその人ダメで3ヶ月も腐るはめにはならなかった。悪いな、俺がお前のその胸に飛び込めなくて。私は何も関係ないわ。そうか、言ったでしょ、聞く耳持たないって。いいから、ネイト、あいつ船を見つけた。ボルネオで。そう。ちっとあまりすきは。なんであんたが知ってるの。プリンが自分で石のことに気づくと思うか。そうね、確かに。でもあいつらまだ見つけられてない。あいつら、フリンとクライアントのラザレビッチだ。マニアックなコレクターよ。あいつら最初からグルだったの。そうか。見つかってないならまだ時間がある。発掘場所へ連れて行け。あいつらが行く前にお宝を盗んでやる。敵も驚くわよね。たっぷり仕返ししてる。見ろ、通称願いが叶う宝石、いわゆる聖なる宝だ。ああ、伝説の聖杯みたいな。そうだ。ありがとう。サリー、聞いてくれ。シャングリラには世界で最も価値のあるものが眠っている。それは深いブルーのサファイアの原石。両手で抱えられないほどの大きさだ。うん、何百万ドルの代物だ。何億ドルだろう。日記は他にもあるんだよな。山ほどね。ラザレビッチは大金を払ってマルコポーロの日記を入手して何年もチンターマニ石を探してる。不倫に探させてるんじゃ見つからなくても不思議はない。ラザレビッチのファイルがあれば俺なら見つけられる。ちょっと待ってよお兄さん、簡単に手に入るわけないでしょ。ファイルは彼のテントの中、テントは野営地のど真ん中にあるの。野営地は基地も同然、兵士たちがそこら中にいるのよ。だから奴らの顔見知りを使えばいい。相手が油断するやつ。ああ、オッケー、分かった。そういうこと。敵の気をそらせてくれ。5分時間を稼いでくれればそれで十分だ。本当に5分だけなら下着姿にならなくてもいいわけね。クロエ、俺が考えてたのは爆発で気を引こうと。それも効果がありそうね。乗るか。ああ、もちろんだ。お前より先に乗ってた。クロエ、聞こえるか。